はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーです。今日もアロマテラピー検定の一問一答ですね。1日3分でまた学んでまいりたいと思います。タイトルはレモン精油ということで、身近なレモンについてのわかりやすい今回問題ですかね。2級編でお届けをしてまいります。はい、では問題に移りましょう。はい、ややワックス感のある柑橘系の香りが特徴のレモン精油の主な抽出部位を一つ選びなさいという設問です。選択肢は A が樹脂、B が花皮、C が花、D が葉となっております。レモンを思い浮かべばですね、すぐ答えられそうな問題ですかね。はい。答え移りたいと思います。答えは B の花皮になりますね。レモンの皮から精油を抽出していく精油になります。はい。ではもう早速キーポイントに移りますが、はい、レモンですが、花皮から圧搾法にて抽出していく精油になります。十字軍の兵士が持ち帰ったのがきっかけで広まったとされています。これは以前にもご紹介しました。はい。あとはややワックス感のある柑橘系のような香り。これはですね、デカナールという成分が影響しています。はい。あともう一点注意書きですが、フロマクリン類にあたりまして、ベルガプテンという成分もあります。で、これは高毒性があるため注意が必要ということですね。高毒性については以前も、この一問一答でご紹介しましたが、再度補足でございますが、紫外線に当たると皮膚の炎症を起こしてしまう可能性のある、高毒性という成分ですね。はい。ではですね、レモンの高毒性について触れておきますが、少しね、ベルガモットほどではないですが、注意が必要な精油になります。原液の使用を避け、1% 以下に希釈して使い、使用後は日光になるべく当たらないようにしましょうということですね。やや注意が必要という感じでございます。はい。で、一応これは IFRA、国際香料研究協会ということがありまして、そこの一応基準から拾ってきております。はい。気になる方は概要説明欄の方にリンクも載せておきますので、勉強をしてみたい方は見てみてください。はい。では今回は以上となります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。バイバイ。